末期死すべし。呂布と趙遷は董卓の暗殺に成功した。だが李鶴、郭氏らの追撃に呂布は長安を追われることとなる。一方、策を成功させ王胤を救出した趙遷は呂布に暇を告げる。いつか必ずそばに戻る。その言葉にうなずくと呂布は趙遷を見送った。かくして混迷深まる乱世の中、呂布は流浪の身となる。付き従うのは趙梁をはじめ彼の部を奉ずる者たちであった。ほどなくして呂布は河北の雄袁紹のもとに身を寄せる。折しも袁紹は紀州一帯を制すべく趙燕と交戦中であった。天下に轟く呂布の武名を利用すべく袁紹は彼に出撃を命じる。他者に使われるのは不本意だが、戦を前にして高ぶるのも事実。闘志をたぎらせ呂布と趙梁が定山の戦場に立つ。両方戦の分、誰にも止められはせん。我が軍はこれより趙燕を中罰する。名族燕家にあだなす罪を断ずるのだ。ふん、俺に命令するな。なんだその異様は。呂布よ、拾ってやった恩を忘れるでないぞ。間違っても私を斬ろうなどと思うな。くだらんことをうだうだと。さっさと戦わせろ。息盛んなのは結構である。開門せよ全軍進め。我が軍は西から山頂の趙燕を叩く。呂布よ、国産族と高孫三軍を討伐せよ。袁紹偉そう。まあいい、この戦楽しませてもらうぞ。なんという武勇。破れようと。お見事、見せつけてくれますな。ここは引く。待ってたぜ、今だ。岩を落とせ。なんと閉じ込められたか。誰か門を開けよう。くだらん手を。岩などに頼るのは雑魚がすることだ。お見事、見せつけてくれますな。軽率か。我らが警戒せねばなるまい。
見事、見せつけてくれますな。のこのこと現れおったか。さあ炎に飲まれろ。腕で俺を殺しらせる奴はいないのか。この俺が相手だ。うかい。おう、助立ちくださるか。おう、助立ちくださるか。お見事、見せつけてくれますな。さあ来やがれ。お前なんかひとひねりだ。この焼け跡は、もしやお前たちが冥族の盾となるとは、殊勝な心がけである。残るは東側の道のみ。全軍、冥族の将兵として堂々と進軍せよ。敵の策略、これで終わりとは思えぬ。この先も警戒せよ。王孫白慶をなめるな。進軍、目指すは炎章の本陣よ。ようやくまともな戦ができる。奴らは俺が蹴散らしてやろう。おお、助け出してくださるか。ただ一人刺激がないって。ここに伏せてた甲斐があったぜ。奴隷を呼べ。一気に叩くぞ。我こそは高孫さん殿が将、趙紫龍。いざ参る。ねえ、次へと伏兵の増援が来る前に騎馬隊を打ち払う。お見事、見せつけてくれますな。いざ趙紫龍の槍受けてみよう。そこらの雑魚とは違うよ。最初に見せてやる。これを楽しませてみせろ。騎馬隊が撤退していくぞ。呂布軍の武勇、冥族の意向に劣らぬな。これより味方の援護に向かう。進め、敵は炎章と呂布の一派だ。素晴らしい形だ。お見事です。ここは引く。敵の本陣はもはや目の前である。全軍進め。
しけらだ。こんなつまらん戦、いくらやろうと何も変わらんな。呂布殿、ならばいよいよ。呂布よ、良い働きであった。お前の分、実に見事である。どうだ、正式に遠家の将とならぬか。お前とはこれまでだ。ん？俺は俺の戦に向かう。ならば覚えておくがいい。お前の戦に名族の力が必要な時はこの円本所、必ずや駆けつけよう。名族は恩を忘れぬ、絶対にである。覚えておこう。呂布は定山での戦いで張燕を打ち破り、袁紹の勝利に貢献した。だがそこには己のものとして納得できる戦はなかった。呂布は袁紹を見限ると、張燎らと共に再び放浪する道を選ぶ。一方袁紹は呂布らの優先をたたえ、去りゆく彼に命を申し出た。その後放浪を続ける呂布のもとへ、ある者からの使者が現れる。使者は曹操不在の今、その領地たる牧羊を奪えと呂布に告げた。同時に使者の主は呂布に協力すべく牧羊で待っているという。未だ寄って立つ地を持たない呂布に訪れた高貴。もとより武勇にて望みを果たすことこそ彼の本懐であった。呂布は意を決すると、使者の主陳宮が待つ牧羊へと向かう。呂布、陳宮、張燎、男たちは今己の道をつかむべく戦場に出る。誰にも止められはせん。呂布殿、よくぞよくぞおいでになった。お前は孤狼か。そう、新高台、新高台にございます。我が策を入れてくださったこと、嬉しく思いますぞ。ふん、曹操の手下が俺を招き入れるとはな。手下とはこれまた。曹操など董卓の暗殺もまともにできない男、あれでは天下などとてもとても。呂布殿が、呂布殿こそが天下をつかむお方、ゆえに私はこの地をもってあなたに堂々したいのです。さあ、ここ牧羊より歩み始めましょう。頂点への道、天下への道。敵の曹操軍、聞けばなかなかに盛況だとか。いや、強敵を相手にこそ武勇を示さねば。それが呂布殿の将たる者の務めであろう。陳宮、お前腹の底では何を考えている。これはまたズバリときましたな。そこも何も、今の我々の姿が全てかと。呂布殿は武勇で並ぶものなし、されどその下に最地のものなし。そこへ入り込み、思うまま知略を巡らせる、それが私の考え、私の狙いなのです。ふん、まあ好きなようにやってみるがいい。陳宮か、食えない奴のようだが、まあいい。この牧羊が俺の天下への第一歩だ。
出るぞ。門を開け。開門します。お気をつけて。曹操の軍を蹴散らし奥陽を奪うぞ。今度も俺に続け。さてさて、本体が帰ってくるまでが勝負。早急に牧羊城県庁を落としましょう。曹操がいようがいまいが関係ない。新旧作戦はお前が立てる。この戦の勝利には豪族の力が不可欠。長幕殿、長男役をお願いできますかな。私はこの後の豪族に顔が必然。奴らを束ね曹操の軍を押し潰そうぞ。伝令、呂布軍が牧羊城に接近中。陳宮殿も一緒のようです。陳宮だと、どういうことだ。いや、今はこの城を守らねば。お見事、見せつけてくれますな。呂布は俺たちを皆殺しにする気か。これ以上ここにいてはまずい。逃げるぞ。見せつけてくれますな。一度私だけが引く。我が兵は城を奪われぬよう戦線を死守せよ。あの宇宙大将は冷徹にして過断。この動きにも考えがあるようですよ。なんという武勇。いつもながらお見事な武勇。策の出番もありませんが。ここは急に城を取りましょうぞ。貴様らの傭兵、陳旧の入れ知恵か。だがそれもここまで。陳旧、殿の恩義を踏みにじる。さて、間に見ておれ。楽しみにしてますぞ。所詮留守の軍など雑魚ばかりだ。このまま一気に勝負をつけるぞ。その勢い誰にも止められますまい。おお、素晴らしきお働き。我が知略だけでは挽回できるか。ダメだ、どうしようもねえ。おっと、味方とはぐれたか。かわいそう。お嬢様くださるか。このご恩は策にてお返ししますぞ。Yeah.
がれ。お前なんざひとひねりだ。随分と暴れてくれたな。とどめ、叩き切ってくれるわ。牧羊城を奪還する。白人、魅力を尽くせ。見ての戦法、さてさて厄介ですな。連携をされる前に打ち倒すべきかと。一旦引き、次の策を講じる。すまぬが、あとは任せた。ダメだ、どうしようもねえ。来たな、獣の軍勢め。曹操殿が戻られる前に片付けてくれよ。最強の軍を見せてやる。助立ちくださるか。おお、お前が相手か。いいだろう。さて、どんな軍勢作ってやろうか。お見事、見せつけてくれますな。大軍に抗する術もない。呂布の首を手に上げに曹操の元へ戻るか。曹操殿、我らも助成する。共に狼藉者呂布を葬らん。李万世、またの名を神が冴える男ってか。お見事、見せつけてくれますな。ダメだ、
どうしようもねえ。私の知略が破れようと。おお、素晴らしきお働き。ダメだ、どうしようもねえ。お見事、見せつけてくれますな。この首、もらい受ける。いざ助け立ちくださるか。わしと会うとは運がなかったな。そう猛徳の前に立つか。ならば撃つのみよ。私は勝つ方法。最強お相手を願おう。お見事、見せつけてくれますな。助け立ちくださるか。さすが、極度の毒にかなう者などおりますまい。楽しい時間だったけれど、そろそろ引くべき頃合いかな。この屈辱、すぐに注いでくれる。ふん、雑魚が。目標はこの両方戦がもらったぞ。新旧の手引きを得た呂布は曹操不在の牧羊を強襲。守備部隊を打ち払うと、この地を完全に制圧した。また遠州各地の大使もこれに呼応、次々に曹操に反旗を翻した。一方曹操は迅速に事態に対応、すぐさま遠州奪還の軍を起こす。彼は直接呂布のいる牧羊を攻めず、戦略的要衝丁東へ進軍。大主である孔子を攻めると、そのままそこに陣を展開した。この報を受けた呂布は曹操を討つべく丁東へと軍を進める。曹操の軍は盛況だが、呂布にも頼もしき者らがいる。そして何より両者との戦に呂布自身の心が熱く燃えていた。その息を感じ、長領と陳宮の闘志も高ぶる。勇飛する明日をかけ、今男たちが戦場に立つ。両方戦の部、誰にも止められはせん。すでに曹操の軍は孔子様の部隊を包囲。このままでは孔子様は。分かった。しばし、しばしお待ちを。こたびは主勢、北洋での奇襲のようにはいきません。曹操の軍と対するには十分な構えを。こちらには俺とお前と長領たちがいる。いや、それはそう、それはそうではありませんが。ならば曹操の軍など前と同じように蹴散らすまでだ。ようやく借りを返せるな。呉氏は俺に任せろ。お前は
そこの軍師と共に曹操をやれ。強敵との戦だ。楽しもうではないか。当然だ。行くぞ。両方戦の軍の強さ、天下に示せ。おそうそうは、こちらが力押しすると考えている。だが、それに付き合うのは俺だけだ。五種は必ず救い出す。お前たちは、奴の思惑の上を行け。わかった。任せておけ、カイル。出るぞ。最強は誰か、雑魚どもに教えてやる。そうそう。まだ力の差がわからん。ならば何度でも打ち砕いて。やる。帝都への過重な布陣は我らに誘い出す罠。そこで一芝居打ち、我らは巨大へ向かいます。呂布を装い暴れればよいのに、帝都はこの太陽に任せよ。彼らと手を組み、共に当たるべきかと。分かった、任せ。俺の軍師を捕まえた。思うまま策を振る。我が名は呂布戦。土地は渡さんぞ。消えろ。呂布だ。呂布が帝都にいるぞ。カイル、たぎっているな。テーテ、その首捕らえ受ける。いざ。今の俺の武勇と知略に満ちている。曹操などに負けるはずがない。おっと、味方と外れたか。出されたみたいだな。あ、俺たちは城に進軍だ。この動き、やはり帝都は妖精でしたな。ではでは、小屋へ向かう敵を叩きましょうぞ。消えろ。呂布殿、ご無事であったか。この戦、我らも加勢しよう。これで勝ったと思うなよ。
むわ。敵将討ち取ったぞ。そなたの働き雲中随一よ。この敵の動きは我らを引き離すため。狙いは本陣ですな。ならば巨野の城は我らが守ろう。ヨフ殿たちは急ぎ本陣へ戻られ。一人でノコノコ現れるとは後悔しても遅いぞ。私たち兄弟にアサルトも劣らぬ。
宗神殿、お待たせしました。敵の足止めをお願いします。ザコが湧いて出る。来い、俺がまとめて叩き切ってやる。やつらこちらの本陣を嗅ぎつけた。猛毒が危ない、急いで戻るぞ。戦にて勝者となり、勝者は乱世の果てに覇者となる。素晴らしい、素晴らしいですぞ呂布殿。
はや我らの前に敵はなし。いざいざ天下へとひた進みましょうぞ。呂布は帝都での戦いを制し、曹操を遠州から完全に追い払う。この勝利は多くの者の活躍により得られたものだった。火雄の活躍、炎章の来園、そして劉備による謎の女性、すべてが呂布を覇者たらしめんとするかのようであった。その後呂布は武威を掲げ炎章の各地を掌握。流浪すること3年、ついに呂布は寄って立つ地を得た。これよりは各地の群雄を倒し、天下に己の名を轟かせる。そしていつか長安へ戻り、掴むべきすべてを掴み取る。呂布の目は未来を見据え、爛々と輝いていた。その隣で陳宮もまた胸に秘めたる大志を燃やす。鬼神の戦いの道は今新たな局面を迎えようとしていた。列を乱すな、俺についてこい。かかれ。馬と武具は十分、長鞭も充実。これも城や僕があればこそ。いかにも寄って立つ地とは実に実に素晴らしいものですな。次だ陳宮、次はドイツと戦えばいい。やはりまずは曹操ですな。他のものを捨ておけばいずれ大きな障害となりましょう。その先はもっと強い奴らもいるんだろうな。無論ですとも。南の部門、北の名族、強敵にはこと欠きますまい。世のすべてを戦で制し、その頂に立つ、それこそまさに呂布殿の武の天下。ふん、たぎるな。この天下のすべて俺の武で勝ち取ってやる。